皆さんこんにちは、プロボウラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、ということで今日はですね、今土曜日が配信日なんですけども、僕らはまだ6月1日になってないので、実は投げれてないんです。多分、今日見ていただいてる方とかはもう1回2回投げてる方がだんだん増えてきたのかなって思うんですけども、まあ約2ヶ月以上か、いや2ヶ月弱じゃないですか、弱か、はい、投げてないので、自分たちが1日、まあ、2日ぐらい投げに行って、どうなってるかっていうのがねちょっと考えられないんだけど、これ未知ですよね、はい、こんな間が空くってさ、今まで、まあ、多分ね視聴していただいてる方もみんな同じ気持ちで始まるんだと思うんですけど、先週上げた動画でもね、結構コメントいただいて、みんな筋肉痛でしたとかもう投げる前に体が痛いですとかっていうコメントをねいっぱいいただいたんですけども、まあ、もしかしたら僕らもありえるよね。トレーニングしてますけど、てかね、指が怖い。なんか親指なんかこの重い、やっぱり棒なんかちょっと違うじゃん、振って、まあ、分かりますね、だからそれがちょっと心配だけども、まあ30分投げたらなんとかなるのかな超ポジティブまあでも絶対言えるのは7番とか10番は取れないでしょ、1回目は感覚が大事だから、そこはでも練習で、はい、まあ、練習してね戻していきたいと思うんですけども、今日はね、何やろうかなって考えてた時に、吉見プロがね初めてあのトレーニングセンター、営業トレーニングセンター行ったのが5年前、5年前ですね。でそれから、この5年間で3回行きました、でその中で吉見プロの進化の過程をですね進化、はい、皆さんに見ていただきたいと思いまして、今回この動画を作りました。で1回目流して、でなんかこういろいろ課題とかもありますので、まあ、その辺を含めてお話しながら、まあ、今日はちょっとねこうゆったりするこう緩い動画になりますけども、でもね吉見プロのこの5年間のやってきたことっていうのはすごいね、多分皆さん見ていただいたら、お、変わるな人はみたいな、そう、まあまあでもなんか、自分で変わったなってのは変ですけど、やっぱ最初の頃の動画見るとおおとっていう感じ、そうだね、はい、本当はもっと前のね動画とか、まあ、もしねなんかあればね、ちょっとなかなか出てこなかったんで、私が持ってる中ではこれ、そうなん、まあ、でも多分こうあのスカイエーさんとかの新人戦の映像とかがいまだにたまにこう流れたりするので、なるほど、私が今日出すよりも昔の映像が今でもたまにこう見たよって言っていただいた方も、たまにいるんですけど、はい、私が持ってる中では今日出す動画が一番自分の中では古い動画なんで、なるほど、はいはい、まあ、ということでね、まずは5年前の初めてトレーニングセンター行った時の動画を皆さん見ていただきたいと思います、はい、それでは5年前の VTR スタート。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかね、まあ僕はやっぱりずっと見てるから、やっぱりこの5年間のこう過程というか分かってるんですけども、吉見プロはこの5年前行った時に何をこう課題とかいろいろ言われたの覚えてる？覚えてる。あのね、これケーゲルトレーニングセンターに多分この3月とかくらいに行ったと思うんですね、5年前の、でその1、2ヶ月前に、当時私がアメリカンボーリングサービスさんに、契約をさせていただいてて、でその時に私がトレーニングセンター行った時に教わったゴールドコーチがいるんですけど、そのコーチが日本に来てくださって、日本で教われる場があったんですね、その時に初めて、そのトレーニングセンターのコーチのアドバイスとかそれをいただいたんですけど、なんか私人と違って投げる瞬間に力が抜けちゃうので、全力でリリースの時に振ってみろっていうのを言われたのがもうめっちゃ覚えてる。ちょっと人と違うよね。多分ね、大体の人は振りすぎるって。そう、振るんですけど、力入れて思いっきり投げろってこう言われた記憶があります。ああ、なるほどね。うん、でそれで行って、うん、でこう何か。その最初に行った時はどう一番何をこう言われたの？言われたのはね、歩き方でした。で、歩き方のね動画、これちょっとここで今入れます。どうぞ。はい。ということで今の、あのピン持ってこれ振りながらね、ガターの
の延長線、前にもあの動画でお伝えしたんですけど、はい、これを初めてトレーニングセンターの時に言われて、うん、まあ、そのボール持つ以前の問題ですね、うん、これは。なのでこの練習をまずはトレセンでずっとしてたんですけど、うん、で私はたまたまもともと歩く方向が、うん、このトレセンに行くちょっと前というかはまっすぐだったんです、その、うん、歩く時に右に斜行はしてなかったので、割とこの歩き方はこのトレセン行った後ぐらいに、まあ、まあまあそこそこ治っていくというか、はいはい、かなって思いますね、うん、多分これが多分右に斜行してたらもっと大変だと思います、うん、そうですね、歩き方一番、まあ、僕らも何回も上げてるんですけど難しいってね、なかなかね、まあ、僕はどっちかっていうとそういう風に、まあ、僕左利きなんで左に歩いてたんですよね、うん、なので結構歩くの時間かったし、なんかずっとやらされた記憶あるけどねいやでも本当にこれひたすらでした、うん、で私やっぱり1回目行った時は全然ボールを持たない練習、うんうんうん、まずアプローチに乗せてもらえなくて、うん、最初後ろのただのなんかなんていうのカーペットのところに線をビーってはいはいはい、なんか紐みたいなの引いて、うん、そこでなんか歩くその練習、うんうんうん、サイドの最後のスライドがこう斜行、右に斜行しないようにっていう練習をずっと、はいはい、したので、うん、初めて行った時はその歩き方、うん、もうなんかねもうそれがメインでした。なるほど、はい、まあ、そこから3年経って、はい、まあまあまあその間にね、いろいろねこうロバートブロック含めて、まあ、いろいろ教わったこともあったので、はい、では3年ぶりに行って、はい、まあ、どうなったかっていうのを2回目のトレーニングセンター見ていただきたいと思います。どうぞどうぞ。はい、ということでなんかちょっとこう最近に近くなったかなかな、うん、3年であれかな、まあ、うん、あのやっぱねこの3年の過程が大きいと思うんで。そうですね、うん、だからでもね、うん、これ1回目行って歩き方をまあメインでこう教わって、うん、はい、歩き方変えただけでなんかねこう上半身と歩くその下との組み合わせというかが考えられるようになったんですよ。でなんかアクションをかけるにはみたいなとこまでなんかだんだんつながっていったのがこの3年間だった。なるほどね。で3年ぶりにその今見た2回目行った時に初めてアクションのかけ方っていうものを教えてもらいました。長かったね。長かった。でもね、いやこれ本当にねすぐできないんだよね、なかなか。で、まあ、これ逆に言えば、マヤシープロなんかは、この長く、そうやってこう、基本、歩き方とか、ゼロ歩とか一歩とかっていうのをずっとこうやってきたから、こそ、こう、徐々にその、アクションのかけるやり方とかっていうのが、体と連携する、連動するようになってきたっていうのはあると思うんですよね。っていうかね、まあ、未だにアクションのかけ方、自分でもテーマですけど、その、アクションをかけようとするっていうそこまで結びつかなかったんで前は。そもそもその初めて1回目行く前に思いっきりその手振ってみなさいって言われたのがちょっと意味が分からなかったんですけど、今だったら言われてる理由がこうやっぱ分かるので、だからあの3年間こうコツコツやって3年ぶりに行った時に言われてることがやっと理解できた。まずできるかできないかじゃなくて理解がまずできました。そうだね、なるほどね。理解してで2回目終わって、はい、で最後ね、去年行った、はい、動画見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、ということでね、まあ今の練習に行くのかな。そうですね、ほぼ今のやつプロ。まあでもこれ2回目と3回目多分まあパッと見そんなに変わらないように見えるけども、うん、まあ、僕個人で言うとかなり変わったかなって。逆にこの細かい部分が変わったっていう方が難しい。大きく見える部分っていうのは割とその体の大きい部分を動かすところなんで、ちょっとその例えば歩き方にしてもタイミングさえ変えちゃうとすごくこう変わったのが見える。でもその細かい部分っていうのを変えるっていうのは、まあ、体の使い方だったり意識の問題も出てくると思うんですけども、まあ、少しずつこうアクションのかける、特にあの今見てもらった動画なんていうのはあの手がボールの下の方に来てからこうアクションかけてるように見えるじゃないですか、うん、あれね、うん、まあ、不思議なんですけど、うん、あれトレセン去年行った最終日の練習の日だったんです、うん、練習のコーチングの日だったんですけど、うん、コーチングピーチングピーチングの日コーチをしていただいた最終日だったんですけど、はいはいはい、あの
まあ、それまでいろいろやってきたからこそだと思うんですけど、うんうん、あのスローで投げてみなさいって言われたんですよ、うん、特に1本目2本目、うんうん、そこに前回の動画でもお伝えしたと思うけど、はいはい、このプッシュアウェイした後で力を入れちゃう癖があるので、うん、なんかもう全てをスローにしなさいって言われたら、ああいう風にちょっとこうアクションをかける感じなんですけど、自分的には何もしてないですよ、あれが、うん、アクションをかけようとも思ってないんです。なんかそれが不思議でね。ただね、問題はあのあと十何時間飛行機に乗って日本に帰ってきて、もう一回練習に行ったら分からなくなっちゃったんですよ、あれはっていうのがね。でも結局自分で何でできたかが分からないってことは、ダメになった時も分からないってことです、うん、それを突き詰めてる、うん、最中でね今ね、うんうん、だからああいう投球が1回じゃね結局意味がないので、うん、あれが今同じように繰り返せるためにはもっと時間かかると思うし、もうちょっとねこう自分のこう体とその頭の中もそうですけども、うん、そういったこう仕組みをね理解するまでもうちょっと時間かかるかなと。そうですね、うん、であとこう動画で今皆さんにお伝えしているのが、うん、自分がこう言葉で説明ができないとやっぱり皆さんに伝えられないので、うん、これが自分が理解できるんだったら、なんかよりこう皆さんに分かりやすく説明というかこう、うんできるなっていう風に思ってて、うんうん、なのでなんか何もしないからできたっていうのはちょっとやっぱりね、教える側になった時はちょっと違うと思うので、うん、なので今いろいろ自分で試しながら、うんはい、よりどういう風になってやったら簡単にアクションをこう与えるツボが分かるかっていうのを考えてます。なるほどね、はい。まあ、また、まあ、ちょっとね今こういう時期なんで、うんまあ、いつこう海外っていうか、まあ、海外だけじゃなくて国内もね、うんまあ、こう移動できるかっていうのがまだまだちょっと読めない状況なんですけどね、うん、またあの機会があれば、うんぜひね行って、レベルアップを、まあ、僕も含めてですけどもね行きたいと思いますので。これさ、はい、不思議なもんで1回目初めて行った時の後って、うん、その1回目の動画見てると、うん、ああ良くなったなって思うんですよ。それで行ってね、うん、その後で、あの2回目行った時もここよりさらにこう1年後2年後見た時に、うん、あこの時下手くそだなっていう風に自分が見えるのかなってちょっと不思議に思うくらいの気持ちでその時は見てるけど、うん、って思うとまたじゃあ1年後2年後に行けた時に今の動画を見ていやひどいなって自分で言えるように頑張る。そうだね。でもそれでこう言えることっていうのは自分が少なくともこう進化してるレベルアップしてる証拠だと思うんで、まあ、僕も毎回そうですけども、まあ、それこそ僕なんかも10年前に初めて行ってからちょっとね僕もちょっと今回ヨシフロにこういう話をしてあの企画をねヨシフロこんなんやりましょうよって話になってやったんだけど、はい、僕のもね探せばあるかな。あるのかな。私見たことないですよね最初の。みんなすごいってひどいよ。あのトレセンにはあるデータがあるって確かね。そうなんです。そうそうそうね、なんですけども、まあもし僕のも機会があれば、ちょっと探して載せていきたいなと思いますけども、まあ今回はこういった形でちょっとね話の方長くなりましたけども、まああのまあ僕らがこう伝えたいことっていうのはすぐには絶対できないし、その自分のだから動画を撮ってほしいっていつも言うんですよね。はい、前にね、うん、ちょっと前に上げた動画ですね、はい、自分を知ることって。そうやっぱり自分がどうやって投げてるかっていうのを知らなければ進化もできないですし、うん、まあどうやっていいかその再現性の含めてですけどね、うまくなる部分っていうのがやっぱり欠けてしまうので、ぜひねその辺も突き詰めていただいて、皆さんでね楽しく投げながらもね、やっぱせっかくやるんだったらやっぱり上手になってほしいと思いますのでね、まあ、この動画を撮って自分で理解することが大事ですっていうのを前に挙げたんですけど、うん、やっぱり自分で見てもわからなくなったら、うん、もう私たちも、ねうん、ロバートプロにこう、はい、教えたりとか聞いたり、まあ、そうやってトレセンに行って、うん、より自分の改善点を教えてもらいに行ったりとか、はい、やっぱいろんな方法があるので、うん、皆さんまずは自分の動画を撮ること、はいはいね、やっていただいて、はい、これからねまだ多分徐々にね投げ始めてくると思うので、うん、皆さん無理せずに、はいはい、僕らもですけどまたね投げたらちょっと報告したいと思いますので、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、最後に1個、はい、あの、うん、前にライブで、うん、サブちゃんをやる話をちょっとしたことがあったんですよね。あったわ。あったでしょ。であったあった。以前、ねうん、アンケートを取らせていただいて、うんうんうん、あのこの今チャンネルがボーリングに特化したチャンネルになってるんですけど、うんはい、で他のことをあげるのに別チャンネルを作った方がいいっていうふうに
皆さんからアンケートでご意見をいただいたので、はい、サブチャを立てたんですよね、うん、立ち上げたんですけど、うん、まだ何にも投稿してなくて本当ですね。で今日トレセンのこの話をしたんですけど、はい、私が去年トレセン行った時に実はいろんな動画を撮ってて、うん、でそれをちょっと編集してそっちに今度上げてみようかなと思うので、うん、ぜひ皆さんお楽しみに。楽しみに。あ、うん、げる、ちょっとあげてよ。全然バラエティチックじゃないんですけど。いやいや、面白い。僕はちょっと見せてもらったけど、結構面白かったんで。まあ、そういうちょっとこうサブチャンネルも、ね、少しそろそろ復活というかね、あげていこうかと。復活じゃないか、やってない。始まってないのに、100人ぐらい登録してくれたんですよね。僕らがこうやりますとか言って。でもね、やる詐欺になっちゃうから。本当ですね。はい、まあ、そっちはあっちで。まあ、もちろんこのコバ TV のボーリングの方は変わらず続けながらも、はい、ちょっとサブチャンネルもたまーに。プライベートのやつを上げていきたいなと今後ね思いますので、合わせてまた見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日は久しぶりに長くなりましたけども、はい、こういった話をさせていただきました。それではまた次回ですね、お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。